自動車の排気ガス排気ガスはガソリン、軽油などの燃料がエンジンで燃焼したり様々な化学反応を起こしたりしたことで生ずる気体で大気中に放出されるものを指す。自動車用語では排気または排ガス、排出ガスとも言う。日本産業企画ではブローバイガスや燃料蒸発ガスなどエンジンの燃焼に伴うもの以外を合わせて 排出ガスと総称して区別している。有機化合物に由来する排出ガスは大部分が2、酸化炭素と水蒸気であるが、微量成分として多物質を含む。1酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物あるいは粒子状物質などである。下記にその成分を記す。なお、CO、HC、NOX の抑制方法は、二律排反であるため、 単一の方法では、すべてが低いレベルに収まることはない。自動車用エンジンの場合、すべての排出量を抑えるには3つが、比較的低いレベルに収まる。空燃比で燃焼させ、三原触媒で処理を、行うなどの方法がある。これらを、基準値以下で成立させるにはキャブレターでは、難しい面もあり、細かく燃料量を制御できる電子制御式。 燃料噴射装置が適しているため、オートバイなどでもファイカが進んでいる。ありがとうございます。